2時46分迎えたということです、はい、緊急地震速報のアラームがけたたましくなって、はい、その数秒後に揺れ始めたんですけれども、はあはあはあ、ちょっと経験したことがないような横揺れ、あ、これが後に震度6弱だったと分かるんですけれども、はあ、6分半続きました。6分半、はい、それはもうずっと 横にとか横にこうかき回されるような揺れですね、はあはあ、で福島テレビの当時の古い社屋が53枚窓ガラスが外に向かってパパ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 ンって割れていって、53枚、はい、はあ、駐車場がもうガラスの山になってましたね。いやへ、その瞬間ってやっぱ机に潜られたりとかしたんですか？潜ることもできず捕まっている状態ですね、机に。そんなに激しい、何かに捕まってないと立っていられないぐらい、はあ、オフィスでよく見る天井くらいまで高さのあるスチール棚あるでしょ。 ありますね、はい、あれが生き物のように動くんですよ。いや跳ね回るような動き方、でテレビ局ってそういう棚の上にテレビがこうずらーっと並んでて全局こう映るようになってます、はい、そのテレビがどんどん下に落ちてくるんですよ。上が全部落ちてきたんですか？はい、はあ、それはちょっと怖いですよね。そう、テレビだってそんな軽いもんではありませんから、はあはあ、それが全部落ちてきた。全部落ちて、だからすぐにスタジオを開いて緊急放送体制に移行するべきではあるんですが、はい、6分間やっぱり捕まってないと動けない状態ですから、はあ、揺れが収まってからスタジオを開いて緊急放送体制に入りました、はい、なるほど。あ、それも危ないですもんね、そんなの全部ね、ってことはそこが揺れてるってことは上のあの吊られている照明ももう揺れて、あ、スタジオの重い扉がずれて、はい、あ、スタジオって結構重たいですよね、はい、特にテレビ業さんのでっかいと思いますけど、それもずれて閉まらなくなってましたね。あ、ずれる、はい、はで、そのまあ県庁にも詰められたと思いますけど、まあ、災害時の大体県庁詰めっていうのは非常に重要な仕事だと思いますけど、やっぱそのいろんな情報入ってきたと思うんですが、はい、なんかその入った瞬間いろいろ覚えてることってありますか？やはり印象的だったのは、7時55分に8時に予定されてた当時の佐藤知事の会見が5分前倒しでバタバタっと始まったんですよ、はい、で、なんだろうと思って行ったら、それが福島第一原発2号機で放射能漏れの恐れありの第一報だったんです。あ、実はそれまでにも県庁災害対策本部では全電源喪失っていう情報は入ってて、はい、もちろんそれも報じてたんですけれども、はい、自衛隊の電源車が向かってると、はい、なんとかなるっていうような形だったんですよね。あーはーはー。でもいよいよ間に合わない、うん、もう全電源喪失だと、はい、つまりメルトダウンに向かっていってるっていう第一報でした。でそれを撮影して、うん、その VTR を私は福島テレビ本社まで走って持って帰らなければならなかったんですよ。というのは中継車が沿岸部に出払ってしまっていたので。なるほど、はい、あ、そうか、普段できる中継ができないから。そうなんです、中継車があればすぐ遅れるんですけれども。ですよね。 VTR 持って走らなければならない。だから県庁の階段を駆け下りてる時に地元のラジオ局のアナウンサーさんが、うん、さっき聞いたことをもう生中継で喋ってたんです。ああ。ラジオってすごいな、はい、もうリスナーに届けてる。あ、そっか。でもこの大事な情報がまだ僕の手の中にある、うん、あ、なるほどね。必死で走って持って帰りました、うん、まあ、その特に速報するものとしたらもうそのね、まあでも、まあ、媒体は違いますけど、もうラジオでも使えてると、そう、おそらく焦ったんだろうなと思いますけど、それでも必死やったんでしょうね、きっとね。そうですね、うん、その時にラジオの力っていうのを目の当たりにして、うん、まあ、今ラジオ局にいるきっかけの一つにはなったんですよね。あ、そうなんだ、あ、そして、まあ、その後もおそらくはいろんな報道に携われたとは思われますが、どんな感じでした？そうですね、本社に戻ってすぐに南相馬へ行けということになりまして。あ、南相馬、はいはい、あの津波で大きな被害が出てるという情報は本社に入ってましたので、はい、じゃあそこへ行こうと、うん、それも真っ暗な道を車、スタッフの人が運転してくれて、カメラマンさんと一緒に南相馬へ、もう 2,3 人で、少人数で3人、3人で、4人ですかね、うん、4人で行ったんです。車に乗って、はい、おそらくはその道も大変だったんじゃないですか、福島から南相馬へ行って。大変でした、本当に。
それも信号全部消えてますから。ですよね。うん、で夜通し取材をして、うん、で夜が明けて、うん、こんなことになってるのかっていうのが初めて分かるんですよ。それは南相馬ですか。南相馬、はい。津波の被害が。っていうことはもういろんな、例えば瓦礫とかですか。うん、もう町全体が、うん、沿岸部がもう消滅してるような状態ですよね。で海岸に遺体がたくさん打ち上がっている、うん、で遺体安置所ができていて、そこにご遺体が並べられている、はい、で出来上がったばかりの避難所にたくさんの人が押しかけている、うん、という状況が翌朝でしたね。なるほど。で避難所に行ってその時印象に残ってるのが、はい、今何が足りないですか、何が必要ですかっていうのをインタビューして回ると、たくさんの人がまあ、毛布がないですとか、うん、食べ物がない、水がない、下着類がない、うん、下着類はね本当に不足してましたね、うん、衛生用品と下着類ないです、そういうのをこう聞いて回ってる中で、はい、あのまあ今一番必要なものは家族の愛だなっていう人がいたんですよ。家族の愛、家族の愛が必要だと、それさえあれば乗り越えられる、いろんな足りないものはあるけれども今家族がここへみんな集まることができて、あ無事が確認できれば多分乗り越えられる、だから家族がみんな無事なのを信じて待ってるんですっていう人がいたんですよ。そうか、その時点ではまだ会えてないから、もうそれって本当直なあれですよね、言葉ですね、うん、それはおそらく刺さったんじゃないですか。やっぱり刺さりましたね。やっぱり家族との再会が明日を生きていくために一番大きな力になるんだっていうのは感じました、うん、それを伝えるというのは、私はちょっとアナウンサーというのは経験がないんですが、その言葉に出してその伝えるというのはどういったお気持ちだったんでしょうか。とにかく罪悪感、罪悪感、耐え難い悲しみの真っ只中にいる人にマイクを向ける、うんうん、で質問をしないと答えが返ってこないので必ず何か質問はするんですが、はい、こんなに辛い人にマイクを向けて、うん、その気持ちを聞いてなんていうことをしてるんだろうっていう気持ちが一番大きかったです、正直なところ。そうですか。でもこの映像を全国の人が見た時に、うん、支援が必要だっていうことが伝わって復興が前に進めば、うん、今辛い人がちょっとでも助かればっていう使命感ももちろんあったんですけれども、その葛藤が大きかったです、うん、なるほどね。で基本その相馬はだいぶ長いこと担当されてたんですか。とね、5月の半ばまで担当してました。あ、そうなんですか、はい、そうか。もうでももう言ってみれば、その福島テレビさんもう社員総動員でいろんなとこ行かれてたんですかね、多分その県内を、はい、その中で相馬を任されたわけですよね。なんか僕がいただいた資料だと、その5月に報道記者兼アナウンサーに なられたってなってますけど、で郡山の支社に転勤になりまして、あ、それがきっかけで転勤、あの、うん、東日本大震災がきっかけっていうわけではなくて、うん、あの記者としての修行をするようにと、はい、いうことで、実は震災前から郡山への移動は決まってたんですよ。あ、そうだったんですか、はい、でそれが伸びて、まあ、5月の半ばようやく移動ができるようになって、うん、郡山に、はい、あ、そうか。でおそらくそれでいろいろな、まあまあ、で郡山からもいろんなところへまた、郡山はね、あの原発被災地の避難市町村が、はい、こう避難してきてたんですよ。あ、そうか。富岡町とか川内村とか、うんうん、だから福島の本社にいた時は相馬など津波の大きな被害に遭ったところを中心に取材してまして、うん、郡山転勤後は原発事故の被害に遭った市町村の皆さんの取材を中心にしてました。あ、そうですか。なかなか避難されてきた皆さんもかなり、あの私はテレビで拝見してる限りですけど、あのやはりその生活がね、やっぱり今までと一変しますから、うん、おそらく辛いことをお聞きにならなければいけない
ケースも多かったと思うんですが、ええ、実際にその、まあ、郡山もいろんなところでお聞きしたと思うんですけど、なんか印象に残っている方とか、うんうん、まず自宅に戻れないわけですよね、はい、半径20キロの当時の警戒区域の中にいる人は自宅に帰れなくって、うん、はい、一時帰宅というものがありまして、うん、ちょっとだけ帰っていいよ、うん、でビニール袋1枚分だったら荷物を持ち出していいよって、滞在時間は本当にわずかですけどねっていうのがあったんですよね。で何回か繰り返されてて、はい、その取材にはよく行きました。同行されたりしたってことですか、はい、防護服着て。するとやっぱり長期間家を空けてると空き巣の被害にも遭ってるお宅もたくさんあって、 あとかわいそうだったのはペットですね。あ、うん、鎖につながれたままみんな3日ぐらいで帰れると思ったんですよ。あ、そっか。だからちょっとの食料と水だけ犬小屋の前に置いといて、すぐ迎えに行くからねって言って避難したら、もうなかなか入れなく帰れなくなった。あ、だから久しぶりに自宅に帰ると家畜がみんな死んでしまってたり、あのペットが死んでしまってたり、それやっぱ辛いですよね。そうですよね、まあ、家族ですからねペットだって。うん、そっか。その中でもね、生きてた犬がいましてね、3ヶ月間。そうなんですか。ロクっていう犬だったんですけど、はい、もう衰弱しきって鎖につながれたままだったんですけれども、うん、保護されて、はい、で飼い主さんが見つかって駆け寄ってきて再会する場面には立ち会うことができました。いやー、どうでしたか。だその一生懸命頭上げるんですよ、ロクが。あ、で手を舐めようとするんですよね、飼い主さんがね。あ、でロクごめんなよ、頑張ったな言って、あ、でその後やっぱりダメージが大きくって数日でロクは死んでしまうんですけれども。そうだったんですか。で飼い主さんの腕の中で死んだっていう連絡を。ああ、そっか、うん、そして原発などものレポートもよくされたんですか。で、ね、原発の構内には入ったことはないです。かなり近いところまでは何回も行ってますけれども、うん、はいはい。おそらく最初南相馬にしても距離的には場所によってはそんなに離れてない。近いですよね。だから南相馬にその震災当日と翌日いた時に、はい、うん、さあもう一回生中継があるぞと中継車でケーブル出して準備してる時に、うん、本社からその無線があって、うん、沿岸部で取材してるクルーは全員撤収の命令があったんですよ、はあ、でそれは原発がいよいよ危ないっていうことで全員撤収しなさいっていう命令が入って、大慌てでケーブルを巻いて片付けて帰るぞって車に積んで発車したぐらいで第一原発1号機が吹き飛んでるんですね。はあ、爆発した時かなり近くにはいましたね。あ、そうだったんですか、うん、その無線の音もかなり残ってるでしょうけど。残ってます、うん、撤収。あ、そうですね、柳曽さんと今お話してて音の記憶もありますけれども、はい、匂いの記憶っていうのもすごくあるんですよ。匂い、匂いはテレビでは伝わらないものの一つですよね、うんうん、独特の匂いがするんですよ、津波の被災地って、はあ、やっぱり津波そのものが海底のヘドロを全部巻き上げながら上がってきてるっていうのもあって、はいはい、人が生活してた家、うん、生活の道具、いろんな匂いが染みついてるものですよね、はい、そこにヘドロをかけられて乾燥させた匂い、非常に悲しい匂いがするんです。そういう匂いが充満してるんですよね。で、あと忘れられない匂いは遺体安置所の匂いです。私がよく取材した相馬市の安置所はある電機メーカーの広い工場を、はい、安置所にしてて、うん、まあ、100体ぐらいのご遺体が棺に入れられて並んでて、やっぱりすごい匂いがしますから、うん、棺の四隅にトイレの消臭剤が置かれてるんですよ、うん、でそれがずらっと並んでて、で線香が焚いてある祭壇があって、うん、だから遺体が傷んでいく匂いと
その消臭剤の匂いと線香の匂いが滞留するんですよ。うん、もう独特の匂いがするんですよね。でそこにやっぱり家族を探してる方は毎日毎日行かなければならない、うん、で遺体をこう窓を開けて顔を確認していかなければならないんですが、うん、やはり損傷の激しいご遺体もたくさんありますから、うん、それはきついんですよね、うん、中には目のない方もおられますし、うん、首がない方も手だけ見つかることももちろんあって、うんうん、だから毎日通って見てたはずのご遺体でこれはお父さんじゃないって言ってたご遺体がお父さんだったっていうことが数日経ってわかるっていうような場面にもよく立ち会いました。それだけもう混乱してるわけですよねやっぱりね。結局その藤川さんはその後も、福島テレビでずっとおられましたけど、今はもう こうして私は今ラジオ大阪で話を聞いている、はい、一応その、まあ、転職のきっかけみたいなのも何かあったんですか。やっぱりその震災発生日にラジオのアナウンサーが生中継でその場で喋ってたっていう、うんうん、そのラジオの機動力を目の当たりにしたことと、もう一つはテレビって、うん、テレビを悪く言うつもりはないんですけれども、はい、津波の映像を被災地の人に何回も見せても何の意味もないんですよね、うんうんうん、やっぱ必要な情報はどこに行けば水がもらえて、うん、どこに行けば食べ物があって、うん、どこの、ね、スーパーがやっててっていう生活情報だと思うんですよ。で当時のラジオにはそういうものが詰まってましたね。うん、あ、そっか、うん、これまあメディアの特性の違いなんでしょうけれども、うん、そっか。でそのまあもともと大阪の方ですし、まあ、このラジオ大阪にもその縁があって来られたんでしょうけど、ラジオ大阪に来られてからも、まあでも離れる時ってどうでした、福島を離れる時。いやもう本当に断腸の思いでしたね。あ、難しい決断、人生で最も難しい決断でした。ずっと福島で伝え続けたいっていう思いももちろんあって、うんうん、でも震災後1年たち1年半たち、はい、日常生活はやっぱり元に戻っていってた。特に市街地はそうですけれども、うん、はい、もうあの津波被災地はまだまだ大変でしたが、うん、まあ、仮設住宅にみんな入って生活も軌道に乗ってきて、うんうん、だいぶ落ち着いてきたっていうのもありまして、うん、はいはい、なんか自分の使命が変化したと言ったら大げさなんですけれども、うん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 、福島の当時のことを知ってる人間が日本全国散らばっていって、うん、新たなフィールドで福島のことを伝えていくっていうのが使命なんじゃないのかなっていう思いも半分あったんです、うん、でラジオをやってみたい、はい、南海トラフ巨大地震が心配されてる中で、うん、大阪にいたい、うん、大阪の人のために、まあ、自分の生まれ育った町を守ることが、うん、もしかしたらラジオを本気でやってるラジオ単営局だったらできるかもしれない、うん、そういうふうな思いでした。ああ、なるほど。それでいろいろ探してたら このラジオ大阪と出会えたということですか。そんなにも探してたわけじゃないんですけどね、うん、ポーンと目に入ってきたというかなかなかラジオ大阪がアナウンサーの中途採用を募集するって珍しいことで、うん、あ、そうなんですか。あ、で私が男性アナウンサーとしては19年ぶりの入社なんですよ。あ、そうなんですか、はい、それはかなり珍しいでしょう。珍しいことですよね、はいはい、そうか。へえ。で今ラジオ大阪に入られたのが2013年です、うん。とあれですかね、ラジオ大阪ではもうこういったなんか防災関係とかなんかやっておられたの聞いたことある気がするんですけど、今年の1月15日に弊社は防災ラジオステーションを宣言しまして、はい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 、まあ、災害にリスナーの皆さんと一緒に備えていきましょうという取り組みなんですが、うん、まあ、そういう中でももちろんお話もしますし、うん、それに合わせてといいますかずっと撮りたかったんですけれども、やっと
防災士の資格を、はい、あ、取られたんですか。取りました。あ、そうですか。去年とか今年とか、今年入ってからです。あ、今年取ったんですか。そうなんですか。あ、だ今もう防災士でいらっしゃる。いや、それが3月の終わりに認定されるみたいな。まだ認定されてないので、なんか防災士とも言えないんですけど。あ、なるほど。でも合格はされたんですね、はい、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。そうですか。逆に藤川さんも、まあ、私は今先ほど名刺をいただいて、まあ、主任という立場でいらっしゃると思うんですが、いろいろ本当ね、何も任されてないのに主任になってしまいました。でも真面目な話、結構その後世にいろいろこういうことを伝えるというのは、例えば今度のハッピープラスでもそうでしょう。これ非常に 大切なことですよ ね、 やっぱりね。大切ですね。やっぱりあの、まあ、語り部活動というふうにも言われますけれども、はいはい、自分が体験したことを後世に伝えていく、うん、プラス教訓の伝承っていうのがいるんじゃないかなって思うんですよ。語り部がただの恐怖を伝えるだけになってしまってはいけないなと、うんうんうん、こんなことがあって、こんだけ大変で、こんな怖い災害だった、へえ怖いねで終わってしまうんじゃなくって、そこから何を学べばいいのか、うん、どうしていくのかっていうのがプラスアルファされるような伝え方をラジオでしていけたらなと思ってます。